上田マリコ電鉄も、ハ310系電車は、上田マリコ電鉄に在籍した電車である。本形式はも百311.312の2両が、在籍し、共に、日本車両製造製の全長12メートル級、片隅運転室、ガソリンカー改造の反抗性ボギー車であるが、それぞれの出自は異なる。上田交通3二2 1廃車後上田原で倉庫として利用されている時の姿。 全光寺白馬電鉄が1936年に申請したガソリンカーであるぜ 100K100 を前進とする。同社路線が戦時中に不要不急線に指定されて運行休止となった1944年に上田マリコ電鉄へ譲渡されたが、同社が上田マリコ電鉄における初の中古車購入事例である。同社脇派 300K301 としてマリコ線に投入されたが、 戦時中、く戦後間もなくのガソリン不足により、付随車代用となった。1948年に、相模鉄道より、同社も、配置系の配車発生品である主電動機、台車を購入して電車化しも破3 1 0系3 1 1と解消、改版された。外観は、前面が丸妻の2枚窓、側面の窓配置は 2D7D2 で、同時期に製造された。 陣中鉄道機ハ30型などと同様の外観を備える。1934年にマリコ線の前身であるマリコ鉄道が発注したガソリンカー基ハ 1K1 1を前身とする同社の路線は1923年に電化されていたが当時急速に勢力を伸ばしていた路線バスに対抗し、停電の時でも運転ができるようにするために購入したものである。 当時マリコ鉄道が保有した電車はすべて木造、ボギー電車であったため、同社にとって初の構成車両でもあった。上田電鉄とマリコ鉄道の戦時合併によって、上田マリコ電鉄が設立された後もマリコ線において運用されたが、マリコ鉄道末期から戦後間もなくにかけてこちらもガソリン不足から左派代用として使用されることとなった。1948年に、 蒸気機波300型と同様の手法を持って、電車化改造を実施し、模波310型も破312と解消、改版された。外観は、前面が平妻の2枚窓、側面の窓配置は、D2D5D3 の作鉄道の基本破56.57と同型車で、片隅運転台ながら運転室扉を装着しており、それは、 客用扉ほどでないが、幅広のサイズで遺彩を放っていた。二両とも当初は、マリコ線で使用され、1950年の一斉開板によりもは3120計3121.3122と解消、開板された。1955年に、西マリコ線の四輪単車を到達する目的で、道路線へ、転属、1961年の西マリコ線。 営業休止後は別所線に転籍し、1969年まで使用されている。1967年に、サハ 20K22 が自己廃車となったため、補充としても、ハ3122を伝送解除、付随車化し、サハ22と改版した。残存した、モハ3121が1969年に廃車となったことよりモハ3120があたは、 形式消滅した、モハ3121は、廃車後上ヶ原駅近くの車両工場で倉庫として活用された。また、1972年にはモハ3122の、後ろ身である、サハ22も、廃車後に、同所で倉庫となった。両車とも、下野護駅に、車両工場が移転した1986年まで、倉庫として使用されるが、跡地の整備に手間取ったため、 解体されたのは1990年代に入ってからだった。ありがとうございます。